こんにちは、ガチョウです。本日はですね、ギルジャンやっていきます。金髪固定復活ですね。めでたい。まあこれね、今回ねギルガメッシュ、手に入れて、ギルジャンやりたかったっていう方ね、結構多いんじゃないかなって思ってますってことなので、今回は簡単なね、ギルジャンの立ち回り解説していこうと思います。ギルガメッシュ、カードの方が、晴れて情報決定いたしましたんで、ヒーローの方も情報来るんじゃないかなって僕は思ってます。ギル環境的にはね、連撃環境で追い風ではあるんですけど、トップかって言われたら、そうじゃないと思うんで、セイバーとね一緒に情報されると信じてね、今回はちょっとやってきました。はい。で、ギルちゃんなんですけど、アットイチはねルルカでやってます。金髪固定といえば、ルルカ、あとカイとかもいるんですけど、今回まずはルルカですね。相手がね耐久編成なんで、とりあえずゆっくりねじっくり広げてからスタートしていく。裏つられたらこっちスプリンターいないんで、結構ねだるいんで、ジャンヌが見ればいいじゃんって思うかもしれないけど、やっぱタッチ役がいないとね、殴るにも殴れなくなっちゃうんで、こうやってねずっと触ってくれる人がいるとめっちゃやりやすいね。でナイス割り。耐久相手はね結構ギルジャン強い方かなって思ってます。割とまくりやすくはある。で必須カードは、ジャンヌのシルブレとかぐらいかな。あとは結構好みかなって思います。久々にねギルジャンやったんだけど、デッキもね探り探り、かなり環境変わってるんで、デッキダメ化もねかなり強くなってるよね。見てこの無前ポチタ、やばいでしょ。昔ディバゼンとかさ、そんな感じだったのに緑ディーバ積んでたりとかも、あったと思うんですけど、今こんなね長いカット無発動で 2枚も積めちゃうっていう、なんなら1枚でもいいんですけどね。で情報されているラムレザル、そしてウィズ積んでます。レオン1枚持っておくと結構ね取りこぼした相手張りやすいんで、通常がねそんな速くないから、ちょっとね射程が長いにしても取りこぼしやすいんですよ。そういうのも結構レオンで張れるといいなって思います。あとダメ化が間に合っちゃったりとか、全然ねあると思うんで、そういう相手に対してのレオン、いきなりっていうよりかは、通常でねじわじわゆっくり削ってって感じですよね。そのジャンヌのタッチと、ルルカの割の圧と、ギルガメッシュの、通常じわじわで、ゆっくりゆっくりね、有利取りつつ、まくっていくっていうのが、簡単な立ち回りなのかなって思ってます。だからね焦んない方がいい。焦ってね前にまくってギルガメッシュ落ちちゃうと、本当にね火力枠がねギルしかいないんで、しっかりね、死なないことを大事にしていくといいかな。でもかなり体力ね高いんで、今結構強気に戦えるかもしれない。で途中でね工場デッキとかもやっていくんで、よければね最後まで見ていってください。はい。途中なんですけどワンシーン切り抜きました。ギルのね HA が今かなり強くて、こんな感じで、ドルケもねちょちょいのちょいと、やばいよね。普通にゼロにして無効化できるんで、割と耐久相手でもドルケ無効化して倒しやすいし、あんな風にねうまく使えば相手のね意表をつけることもあります。今防御結構強いしね、昔のギルジャンの環境よりブレドラとかメカハンの価値上がってるんで、結構そういう相手に対しては強く出れそう。でお次は、工場デッキ使っています。ディーバ・ユララ生徒会ドリーム・エンジェルズ・アローですね。ディバゼンとかダメか2枚積んでもいいと思うんですけど、今回はウェポン3枚でやってみました。射程長いんで、ガンナーとタイマンで戦うっていうのがあんまないと思うんですよ。ダメージレースするみたいな、あとルルカがしっかり守ってくれるんで、結構ウェポン多めで、遅い通常のね瞬間火力をカードで補うみたいな、感じが結構強いと思ってるんで、トレンドの生徒会と、貫通2枚とっていう感じで、
まあ、とりあえず通常でゆっくり詰めていきましょう。キツネは割と虫目で、まあ、キツネの通常別に、まあ、そんなだと思うんで、体力高すぎてあんま食らわないと思ってるから、はい、まあ、こんな感じで、まあ、カードをふんだんに使いつつ通常でも圧かけていけばいいなって感じで、ナイスショックウェーブだね。うん、でジャンヌの近くにいればもうこの回復量なんで、まあ、基本的に大丈夫。マジでカードとか食らわなければ基本的になんか棒出しでも勝てるんで、おすすめ。いや、ナイス割りすぎる。通常入れてって、はい、で HS 開きます。でアクセラレーターが HS 入ってるんで、これ合わせましょう。合わせて落とせればいいなっていうところと、まあ、自分がね引っ張られないようにすればいいなっていう感じで、なんかアクアも一緒に落ちてるんで C 取れそうで、体力も高いんで普通に耐えるかなって思います。ナイスショックウェブすぎる、やばい助けられてばっかなんだけど、うん、まあ高台から結構縦長いから殴りやすくて、うん、でも気をつけないといけないのが、アビリティでポータル不利だと火力が高いけどポータル有利だと火力低いんで、まあ、そこだけ気をつけないといけないよね。この出てくる工具の本数が減っちゃうんで、まあ、そこだけ気をつけて戦うといいかなと思います。あんまりね優勢時にどん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 詰めていくと、え、全然火力出ないんだけどって、まあ、割と死ぬことあるんで、まあ、逆に劣勢時だと火力が高いから、まあ、本当に焦らずにゆっくりじわじわね、詰めていくといいかなと思います。まあ、空掛けもらったとしても初手前行くって結構足遅くて難しいから、うん、まあ、普通に二陣広げて戦っていくって感じでもいいし、なんならね空掛けなくてもいいかなって思ってる。はい、まあ、工場デッキ終わりまして、まあ、また新しいデッキしていくんですけど、また耐久編成ですね。まあ、とりあえずまくれたらいいなってことで、まあ、初動だけ気をつけて、ヒメタル引き連、剣でやっていきます。はい、飛んできたんで剣でワンパンして、でなんかドル系買ってんのか分かんないから、とりあえず HA してヒメタル引き連、やばくないこれ、強すぎるでしょ。まあ、さっきまで貫通積んでたんだけど、ヒメタル積んでみたんで、まあ、バフが塗るカードでやっていきます。でそしてこの剣のクールタイムやばすぎてめちゃめちゃ回るっていう、強すぎん。で HA して通常入れてナイスしようかな。でこれ取れますね。でヒメタルキスっといて近づいてきたら剣でって思ったけど、まあ外しましたね。まあこれで4点取れましたよということで、ラストいきましょう。まあ、耐久編成、まあ、今のは結構ね2立てできたんで、まあ、C まで取り返そうかなって思って前に出ました。でそうしたらねなんか C の相手も倒せちゃったんで、まあ、せっかくならってことで4点目までなんかどん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 ねトントン拍子に進んでったんですけど、うん、まあ基本的には自陣固めてからでもいいのかなと思ってる。まあ別になんか硬いし通常も最初だったらそこそこ強いと思うんで、まあ、別に攻めるなっていうわけじゃないんですけど、まずギルのいいところは比較的簡単、うん、まあ、HA の使いどころとか、まあ、あるかもしれないけど、でもなんか困ったらね連撃合わせればいいし、まあ、体力高いから、まあ、ちょっとミスったところで結構取り返し効くんで、まあ、そういうところで結構ね僕は好きです。まあでもできるが必須かなって思うんで、ギルガメッシュは本当にねダメージ出にくいんですよ。だからそこだけ気をつけてほしい。まあ定数でギルガメッシュはかなり厳しいと思うんで、まあフリーバトルで、まあ、やってみるとかするといいんじゃないかなって思います。相手のね編成おもろすぎない。輪爆で遠距離ブッパーこれやばいね。うん、めちゃめちゃ痛い。ダメか2枚あるからなんとかなってるんですけど、まあ、味方もねいい笑顔バーゲンだしところで、
で、これはまあリーネージュスラムレあるんでやれるかな。うん、で上からやってディーバが間に合わない。いいね。で、ポチタ貼っといて続きに続編します。なんか結構射程の短いガンナーって続編するタイミング難しいと思うんですけど、ギルは割と射程長いからなんか続編しやすい。まあ近づかれたら普通に続編やめて、まあ、連撃合わせる準備とかするといいかなと思うんですけど、うん、まあ、そういう点でも使いやすいかなと思います。で、HS は割と合わせで使うことの方が多いかな。まあ、あと耐久で使うとか、うん、で、ポータル避けしていって味方に行った。で、ポータル優先、まあなかなかまあいいダメージが出ないなっていう感じはしてるんですけど、ちょっと何本対何本でどのぐらい火力が違うとかはあんまよく分かってないんで、コメ欄の天才がコメントくれるか、まあ、ヤギシムにもしかしたら書いてるかもしれないですね。ヤギシムは昨日ね、ステータス情報来るんじゃねってことで、結構ヤギシム見ながらね、情報の予想を考察していったんで、まあ、昨日の動画の概要欄からね飛んでみるといいかなって思います。まあ、て感じでね、ギルジャンでした。まあ、ぜひギルガメッシュ手に入れてギルジャンやってみてください。というわけでありがとうございました。